行田旅行田旅行田旅は埼玉県行田市に本社を置く企業が製造する旅である。江戸時代中期に産業として誕生し、以来約300年にわたり行田は日本有数の旅生産地として知られる。行田という地名は江戸時代にはお市場の城下町の町人町で1889年の マチソン合併以後は、お市長のあざなの一つであったが、行田旅が広く知られるようになったことから、1949年5月3日に、お市市として、市政志向しながら、即刻、行田市と解消するきっかけとなった。行田旅は、国の伝統工芸品であり、 行田旅とその関連資料5484点は国の重要有形民族文化財に指定されている。2017年には行田旅の保管のために建造された旅蔵等とともに和装文化の足元を支え続ける旅蔵の町行田の構成文化財として日本遺産にも認定された。江戸時代中頃に中仙道の宿場町の需要を見込んで生産され、下級武士や 農家の婦女子の副業として、金内市工業において発展した。明治維新によって身分制度が撤廃されたことにより、需要、生産力ともに向上した。明治時代の後半には、機械化によって、生産工程の細分業化や工場での大量生産が可能となり、大正時代から昭和初期にかけて前世紀を迎えた。行田旅は、1938年頃には、 日本全国の旅生産の8割を占め、1955年頃まで、行田市域の地場産業であった。行田の旅産業は小企業が多くを占めたことに加え、さらに内職として、下請けに出されるため、行田の町全体は旅生産工場の様相をなした。どこの裏路地に入ってもミシンの音が聞こえるほどに、前世紀の行田では大多数の住民が旅を縫っていたという。 旅生産に時間をかけるために、手軽に食べられるゼリーフライなどの料理が郷土食として定着した。和装の衣装として、一般的な白旅のみならず、多様な色旅、柄旅を生産し、地方ブランドとして確立した地位を築いた。1954年にナイロン靴下が発売されると急激に需要が落ち込み、昭和30年代には産業としては衰退に向かったが、 21世紀においても全国シェアの35%を占める日本一の旅産地である。発祥以来、各旅商店が東京など大都市圏の問屋を通さずに直接取引によって利益を上げつつ他の旅商店と潜売先を競わずに共存共栄していった地域産業の形態に特色がある。2017年放送の池井戸淳の小説を原作とした。 tbsk、テレビドラマ、陸王で注目された。行田旅に用いられる青島と白木綿の糸と根川と荒川に挟まれた行田市一帯、熊谷伊東の地域では、これら河川の氾濫で堆積した砂湿度に荒川の伏流水を多く含む歴草と豊富な水、夏季に高温になる気象条件が綿花や藍の栽培に適していた。第一銀行を創業した。 渋沢栄一もこの地方の愛商人であったという。綿花の栽培は明治時代中頃まで盛んに行われ、これらを原料として農家では藍で染色した糸で折った青島織や白木綿を副業として染色した。行田旅はこうした地産の青島織や白木綿を原材料として活用し、江戸時代の中頃から作られ始めた。ただし、 青島織も白木綿も旅の甲の表地向きの木綿であり、旅底に用いる木綿は当初から他の産地から移入する必要があった。このため近代以前から旅商人は独自のルートを全国に開拓し、各地の織物生地を幅広く仕入れる必要があった。仕入れ先や産地の違いは織物の生地の品質が一定にならないということであり、旅の出来栄えを左右した。 このため行田の旅産業は主に仕入れた材料の品質に対応した少量多品種生産の形態をとった。行田は関東7名城の一つお市城の城下における町人町の区画であり、幼少の町であった。旅は中仙道の交通に目をつけた近隣の熊谷塾を中心に始まり、当初は旅僧や武装として鉄鋼やキャハンなどを制作する。 長物師が旅も製造したが、その需要を見込んで、やがて農家や下級武家の内職としても製造されるようになった。江戸時代の旅職人行田旅の発祥は、上京年間、亀屋某なる物専門に営業を始めたのに起こりと伝わり、文献では、京方年間頃の行田町絵ずに三件の旅屋が記されている。1735年の村井正弘の木半本。 短期要略に木綿の差し旅を外縫いに制して要有別し、今世関東にて押し出しなどいはその上品なりと記録され、1657年の明暦の大化で鹿川が不足して作られるようになった木綿の旅がその上品なりとして押し出しが挙げられている点は、旅の風俗史から見ても注目されている。行田旅は百六十五年の東海基礎領道中、 懐宝図鑑には、忍の差し足袋名産なりと広く知られるまでの産業に成長した。三浦忠試験文書に、1804年10月、亀貝又七郎にて旅を求めた記録が残され、1805年の木曽路名所図にも、吹上げの茶屋にて、押し差しの旅を飽きなふと記されている。旅には、株仲間がなく、比較的自由な取引が可能であったことから、 坂に製造され、天保年間の頃には27件の旅屋がのを連ねた。当時の旅は一針ずつ手で縫い付ける、査定の作りで生産に極めて手間がかかり、そこに内職として低賃金で賄える多くの人手を必要とした。農家が内職として旅製造を行うようになったのは、江戸時代末頃からとされる。行田旅は、旧押し町を中心に、 この周辺地域の人々の経済的な相互協力によって支えられ発展した。伝承によれば、教法年間に当時のお市常主であった安倍文吾森正隆氏が武家の子女の教養とされた法制技術を活かした内職として、下級藩士の婦助士に旅作りを奨励したというが、これについては定かではない。安倍は幕府の老中であり、 藩主の数は少ない方であったことから、家臣に内職を奨励する必要があったのかについては疑義があり、江戸時代に藩主が、下級武士に内職を奨励してこれが特産品となった事例は、米沢の筆や米沢式や原方差子,子、長門の傘、川越の日本外資印刷などの他例があることから、行田旅も、その一例と見た構成の説とする見方も、ある一方、 お師藩は、利根川と荒川の洪水によって、他に、甚大な被害を受け、幕府から借金するなど、安倍正隆の頃より、財政難に陥ったことから藩主が内職を、奨励した可能性も否定されていない。明治維新によって、身分制度が崩壊すると、下級士族の妻女が生活の糧に旅生産の内職に勤そしみ、元藩主の中には、旅製造や、旅商人に転身した者もいた。 行田旅が産業としてこの地域で不動の地位を占めるようになったのは明治維新による身分制度が崩壊したことから庶民の間でも日常生活の中で旅を履くことが一般化し需要が増大した1871年には行田全体で48万足を生産した加えて1873年から1874年頃に新州から 一足子の技術が、行田付近の農家に導入されると、査定に比べて労力が削減されたことから、生産量が増加した。現存する行田最古の旅工場、イサミスクール工場1877年の西南戦争は、行田旅に最初の軍用品の特需をもたらした。景気が上向き、それまで木綿生産を主としていたところから旅製造業に転業する。 動きが加速し、この年には旅組合が結成され、52名が名を連ねた。旅ドニアや旅法制業者、下請け加工や内職を行うと、何らかの形で旅産業に関与する者が街中にあふれ、1885年には旅法制業者は69件に増加50万足を生産した。明治期の軍事は行田旅産業にとって飛躍の機会であり、 1894年から1895年の日清戦争では海軍から艦上用の旅の受注を独占し、1904年から1905年の日露戦争では陸軍からわらじ掛けの旅を大量受注して生産を伸ばした。日露戦争後の後継期を背景に行田では旅工場の建設ブームが巻き起こり、店や住宅の裏庭でかつて馬の世話をした空き地に、 競って旅工場が建設された。家内主工業であった行田旅で最初に建設された工場は、1886年、大区町、日野屋の酒蔵を改築した橋本旅工場であった。橋本旅工場は、180坪の工場で原料の整理、旅製造、検品、荷造りまでを行い、1890年には、 手回しミシンを導入して一部工程の機械化による生産能率の向上を図った。その後1894年頃までに裁断機や手回しミシンなどの機械を導入する業者が急増し、製造工程の分業化や関連業の独立が進んだ。旅産業は行田の町の発展にも大きく貢献した。1873年に、 お市城が取り壊されると多くの氏族が行田を離れ、さらに1883年に高崎線が熊谷まで開通した際のルート上から外れたことにより人口減少が加速した。1876年当時のお市町地域の人口は9611人だったが、1896年には7622人まで減少していた。 この衰退傾向の中、旅の商標ラベルなどを手掛けていた、今津印刷所の今津徳之助を中心に、橋本木介商店などの有力な旅商店などが共同出資し、1892年に電信を仮設市郵便局での電報交わせ業務が始まり、翌1893年には小包の取扱いに着手した。続いて1896年には、推し商業銀行を、 設立、1900年には、押芝社鉄道が、行田吹上間で開業し、旅の取引先との連絡や送金、商品発送や資金繰りの安定を図る、旅産業の事業者らの取り組みにより、町のインフラが整備された。1909年に電話が開通し、1910年に、行田伝統会社が設立されて地域への電気の供給が始まり、 ミシンが電動化されると、行田旅の生産量は急増した。金石工業から動力ミシンを導入した工場での製造への転換が促進され、1905年に旅丼や製造卸業者は60件、加工業者は474件で445万足を生産した行田旅は、1911年には1510万足を、 生産するまでに急成長を遂げた。大正時代の行田旅、工場大正時代初期の石島商店の旅製造工程工場製工業の発展期であった。大正時代、行田旅産業は大規模工場化ではなく、野連は決して独立する小規模分業経営の路線を進んだ。野連は決して独立することを、行田では旅の製造工程になぞらえ、仕上がるという。 行田旅の生産量は、行田旅組合の把握するところでも1912年には1000万足を超え、1918年には3272万足を記録した。旅製造に直接関与する企業の他にも、食府業、染色業、寝る張り業、底張り業、印刷業、箱屋、糸商、ミシン屋、畳屋、大工、造地業など、 多種多様な旅の製造販売の過程で関連する産業が派生し、行田の町全体が旅作りの町を形成した。七夜も70軒あり、その七草が旅であったという話もある。生産量は順調に伸び、1923年には2496万足を生産し、全国一の旅産地となった。この時点で旅土屋や,や製造卸業者は176軒。 あり、そのうち54件は15人以上の従業員を抱える工場であった。その他に加工業者は529件あり、旅製造に携わった従業員4888人のうち内職で従事する者が1528人いた。明治時代後期から大正時代初期にかけて行田旅同業組合に加盟する組合員は百名を超え、その一割に当たる十二名は、 生産量50万足以上の有力企業に成長し、その中には100万足以上を製造する業者も4名いた。各作業工程に特化した小波き機ミシンや足踏み式裁断機などが導入され、効率化された旅製造の分業が進むにつれて、生産量が飛躍的に増加した結果、生産能力の差によって旅製造者間の階層化も顕著になっていった。 各々の旅製造卸業者の生産量が増大するにつれ、旅問屋に対する競合が顕在化した。そのため、旅問屋を通さず独自に販路拡大を図る生産者も現れ、東京の旅問屋や,や東北地方の小売店を中心に開拓された。江戸時代には全国に複数の旅産地があったが、そのうち最も北に位置した旅産地が行田であり、ライバルのいない東北。 さらには北海道などへの販路は早期に開拓されていた。販路拡大した旅製造卸業者は、八戸は、力屋旅商店、長、沢鉱山は、道風旅商店など、おのおので、独占的な販売網を作り上げ、相互に足並みを揃えながら、大正時代中頃には、関西方面へも販路を広げた。1918年に終戦を迎えた第一次。 世界大戦後には不景気で、旅生産業も、ひ時じ低迷したが、九百二十三年の、関東大震災で、京浜地方の旅産業が壊滅したため、旅の発注が行田に集中し、念願の東京市場へ進出する結果となった。行田旅の数年分の在庫の旅や自家旅が飛ぶように、売れ、行田旅田舎で育ち、江戸で羽が生え、田舎育ちの行田の旅も、江戸へ、 か言われて、トタビといった川流やドイツが生まれた。行田旅の生産量は1925年には4312万足に達し、昭和初期にかけての全盛期の先駆けを迎えた。終わり名古屋は、城で持ち、武州行田は、旅で持つと、行田の人々が誇り高く口にした時代は1928年から1929年頃まで続いた。行田旅は、 流通価格が廉価な地方市場にも販路を拡大した一方で、そうした市場に出回った加藤品の中には耐久性や染色など品質面での様々な問題があり、他産地との競合により、それらの商品生産管理の課題が明白になった。この問題は、その後、原材料の共同購入や製品の共同販売、製品、材料、設備などの検査取締りや、 施設の共同運営など、旅業界全体の統制を模索した旅、共同販売会社の設立につながっていく。行田旅業界全体の課題としては、白旅を漂白する技術の改善が求められていた。これに対しては、関連業種の押しさらし業組合と連携し、実用品であった旅のファッション化や高級志向に対応した。市場の拡大に伴って、旅の素材も多様化し、 原料の取引先は、近隣から東京などの業者へと転換されていった。そのため、従来の青島の製造販売を担っていた、ハブや加賀の買い継ぎ問屋からも、行田に習って旅問屋や旅製造を卸し業へと、転業するものが出るようになり、旧押し町を中心として、行田旅製造地域も拡大した。昭和10年代の行田旅の工場。昭和10年代の栗原商店の商標。 小町旅販売風景1926年に労働組合が結成されると昭和初期にかけて労働葬儀が相次いだ。関東大震災の余波で3750万足を生産した1923年には平均30銭であった旅一足の値段が40銭に値上がりするなど好調であった行田旅産業も昭和初期の大恐慌には深刻な影響を受け、 生産量は5000万足を超えていた一方、平均価格は14000まで下落し、一足何輪を競うまでになった。年間を通して需要の限られる子供旅を製造していた下請け業者やマラソン旅の製造者は、十足5から6000の乏しい手間賃で働いていた。1927年に始まった金融強行への対策として、旅業者が打ち出した。 職工賃金の値下げに反対し、労働組合では待遇改善を求めるストライキを多発した。こうした状況を受けて、旅業界の統制を図る動きが急進し、1931年に有力業者の共同による旅共同販売会社が設立された。旅共同販売会社は健在化していた、労使対立を緩和するべく、旅や対抗運動会を開催したり工場温度や、 応援歌を導入するなど、仲間内での融和を図るとともに、関西方面を中心に新たな販路開拓を目指した。他の産地との市場競争も激化しており、1933年頃には行田旅業界にとって最大のライバルであった大阪の大企業、福助旅が行田進出を決め、行田旅業界はその対応に追われた。この外憂霊が帰って老子を問わず、 行田旅業界内部の結束を高め、相互に妥協案を模索する方向に情報していく。1934年、行田旅工業組合が設立された。1936年には、栄養供給所が設立され、6カ所の旅工場の約3000名の職工へ、昼食配給事業を始めるなど、発展に陰りを見せる行田旅業界を社会政策的に救済しようという、 動きと見られる。1937年に日中戦争が始まると軍需物資の製造も加わり、昭和教皇を脱した行田旅は1938年から1939年にかけて最盛期を迎える。1938年には年間8500万足を生産し、全国シェアの約80%を行田旅が占めた。行田は民謡、 行田温度に、旅の行田を思い出すと歌われたように、旅といえば、行田を想起させる、日本一の生産地となり、旅生産地は、吹き上げ、ハブ方面まで広がった。旅産業は小企業が多くを占め、さらに内職として、下請けに出されるため、行田の街全体は旅生産工場の様相をなし、どこの裏路地に入ってもミシンの音が聞こえるほどに、行員に限らず、 大多数の住民が旅を塗っていたという。しかし、1937年の日中戦争開戦に伴う戦時統制経済によって医療繊維統制が行われると、旅と旅関係の689工場のうち261工場が休業を余儀なくされ、生産量は大幅に減少することとなった。旅工場は軍事被服等の生産に転換することを求められ、 1939年の旅生産量は前年を下回る6,900万足にとどまった。1942年には184の旅業者が24の有限会社と1個人商店に統合され、旅の街は軍需生産の街へと様相を変えた。1955年の行田し経済用図、旅商店と旅関連商店が色分けされている。 あらゆる物資が不足した戦後、木のたびやタフタたびなどすぐに切れるような質の悪い配給の原版で作ったたびでも買い手がついた。作る前から買い手がついたほどで闇たび屋と呼ばれる闇原版で作るたびが普及した。ベッチンゴテンと呼ばれるような大物商人から数十足のたびを担いで縫い場を駆け回る一作業員までミシンの経験があれば、八百屋や魚屋もたびを縫い。 1950年前後の行田旅の繁栄は行田旅王国と呼ばれた時代であった。1949年から1950年は約2000万足の世紀に生産された旅に対し1000万足近い闇旅が出回ったとみられ、闇旅を含めた行田旅の生産量は8000万足とも1億足とも語られている。1950年に経済統制が解除されたことで、 統合されていた旅業者は再び個々に独立し、新興の旅業者も多数誕生した。1954年の旅製造業者は304社に上り、その大半が行田市域に集中しながらも、販路や素材の違いを生かした多彩な商品展開を見せた。行田旅は、各となる主要な商標のほかにも、市域全体で246の商標が用いられ、 関連業者は金融業や印刷業、運送業、旅館、料亭に至るまで多種多様な業種の人々が行田旅産業に関与していた。商標は一件一件がそれぞれに持ち、高級、加藤、男、女の各種商標に加えて、大口の得意先の商標も作られていた。経済は安定し、行田旅産業は復興したかに見えた。しかし、 高度経済成長期のサラリー満層の増加や、洋装の定着により、旅の需要は次第に減少しており、その衰退傾向は1954年のナイロン靴下の発売によって決定的なものとなった。1955年春には、闇旅商人の在庫が持て余され、資金力のない闇旅商人は、原料代の返済のために加工賃にも満たない価格で、旅を投げ売った。 行田旅の需要は、高齢者を中心とした限られたものとなって販路は急速に減少し、1958年頃を境に、旅業者の廃業や転業が加速した。廃業を選んだものが多い中、転業には旅生産技術を活かして、自家旅やサンダル、スリッパ、靴下などの製造に転向したものと、戦時統制下での経験を活かして、学生服や、 作業服などの皮服製造業に転じたものに2分された。皮服の中でも流行性の少ない学生服や作業服の生産へと移行し発展したところに行田、ハブ、カズを中心とした北埼玉の法制業地帯の特徴がある。戦前からの旅生産の流れと東京からやや離れている地理的条件が流行に左右されない皮膚生産へと舵を切らせたとみられる。 個人では、東京方面へ働きに出る者が増加し、旅作業離れが進んだ。旅作りは、行田を中心とする付近の農村の婦女子の限られた仕事となった。1958年の旅生産額は、行田の被服法制御全体の45.1%で、作業服23.6%、学生服12.9%に対して、旅生産の比率が、 まだ高くあったが、1964年には旅25%、作業服23.6%、学生服25.7%となり、被服の生産割合、特に学生服の生産が増加した。この割合は1973年には、学生服から婦人服や、子供服、紳士服など被服品種が多様化し、需要の変化に対応する。 中小零細企業の工夫が見られる。行田は昭和40年代まで全国有数の旅生産地であり続け、旅の法制業者は1972年時点で、組合に加盟していたものが139件あり40億円を出荷したものの、その出荷額は北埼玉法制業全体から見れば、わずか12.5%に減少し、大部分が行田の企業であった。 旅を専業とした業者は20件で、その他は靴下や皮膚製造との兼業であり、行田市域全体から見て旅生産の割合は減少した。明治時代から昭和30年代まで行田の地場産業として知られた行田旅は、その後も1999年までは全国シェアの約40%を担っていたが、2013年には23.1%まで、 減退した。1980年には34件あった。旅製造卸業者も2013年には5件まで数を減らした。行田で旅製造を専業とする事業所は2010年の時点で海外にも事業所を持つ一社のみとなっていた。旅製造と被覆製造を兼業する事業所や家内工業的な製造を行う事業者は多いが、 限られた需要に対応する形で営業しているのが実情である。2000年、行田商工会議所は中心市街地活性化事業を実施し、行田市内に多数現存する旅蔵に着目した市民との共同による旅蔵の保存取り活用がスタートした。2005年に NPO 法人、行田旅蔵ネットワークが結成され、 行田市教育委員会と共催した旅を履いて旅蔵を旅しようと打ち出した市内の旅蔵を徒歩で巡るプロジェクトなどによって旅と旅産業の街の魅力を再認識しようという取り組みが活性化した。産業としての行田旅は衰退傾向が続き、21世紀初頭には行田旅商工共同組合も解散し、 2003年には、行田旅の旅産業に占める出荷割合は22.8%まで落ち込み、2004年の生産量は約141万足まで減少。行田旅の存続が危ぶ生まれる中での再出発であった。2004年に、国の登録有形文化財に登録された、旧、小川中次郎商店店舗及び、母屋を皮切りに、行田旅は、 旅産業に関する建築や文物を文化財として保存する機運も高まりを見せた。その後、旧、新井八郎商店、大沢家住宅級文庫像が登録有形文化財に、行田の旅製造用具及び製品が登録有形民俗文化財となり、和装文化の足元を支え続ける旅蔵の町行だが、日本遺産に行田旅そのものも国の伝統的工芸品と、 なっている。若者の間では、和装ブームが起こり、旅そのものを見直す動きも始まった。旅の、新しい履き方やコーディネートの提案を広く公募する、魚田、旅コレクションが開催され、旅製造業者は、現代風の柄旅の生産に着手し、洋装の一部として、多様なニーズを生み出した。2016年、行田市内の主要な旅業者6社と埼玉県、 行田市、行田商工会議所は連携し、行田旅統一ロゴマークを作成し、地域ブランドとしての確立を図った。行田市内の幼稚園では、幼児の身体的成長を促す、教育的な医療として、旅が取り入れられた。一般的に旅は、綿100%の蒸れにくい素材であること、指を意識することが脳への刺激となり、脳の発達が促されるなどの体への良い影響が、 期待される。外反母子の強制にも効果があるという。行田旅の旅産業に占める出荷割合は、2014年には31.9%まで回復した。旅生産に携わる技術者の高齢化が進み、生産拠点を海外に移す企業も、ある一方、2017年時点で、行田市域には、約30の旅関連企業が現存する。生産量は、 最盛期の40分の1にまで減少したが、旅生産全国シェアの35%を行田旅が占め、依然として日本一の旅産地である。行田旅。青島織は行田旅に最初に使用されるようになった布である。従来の行田旅は、地産の青島織や白木綿を活用した根と白地に限られていた。江戸時代末期から明治前半になると、 海外から輸入されたサラサを用いた柄旅や赤系統の色旅をはじめ、様々な色柄の旅が製造された。幕末に登場した赤系の色旅は、紅門は、ヒモンパ、上品モンパなどを旅底に用い、巣王や、弁柄などで染めたとみられる、円周赤と呼ばれた他地域から飽きなった赤色の木綿を表地に使用した子供用の色旅であったとみられる。 1859年7月1日に横浜が開港するとヨーロッパ製と見られるトサラサやトサラサンサイを用いたガラタビやサラシカナキン、コンカナキン、カナキンジロ、インド製の天軸カナキンなどの高価な輸入面織物が導入された。これらの現物資料は残されていないが表地にこうした高級な布地を用いたファッション性を求めた。 新しい旅が製造されたものと見られる。当時の日本には、生産技術がなかった薄手の面織物である金木にや、鮮やかな色彩で、曲線的な草花を描いたサラサは、異国情緒を漂う動物として、開港以前から潜在的に庶民に人気があり、密貿易により流通した歯切れが、着物の裏地の一部や、茶道の小道具の生地に用いられていた。その人気のサラサが、 横浜開港によって輸入炭物として容易に仕入れられるようになり、足袋地としても積極的に使われ始めたものと考えられている。大正時代の行田では、静岡県浜松地方や福田、岡山県小島、山形県、鶴岡など西方から赤色や紺色のコールテン生地を仕入れた記録が残る。福助旅の60年によれば、大正時代中頃には紫や、 藤紫、エビ茶色、難度、オリーブ色など、単色無地の色旅が製造されるようになり、全国的に流行したという。また、昭和時代の戦前期に、ハワイ移民向けに柄旅を生産したと、区伝されているが、資料では確認されていない。古くは、紐旅、肩紐旅など紐で足首を固定する形状のほか、足首を長く取る筒長旅などの形状の旅や、 材質では革を用いた、革足袋などがあった。足袋の形状も時代により変化し、一般的な形状は1887年に、紐足袋から足首の後ろを爪型の金具で固定する子を、長谷掛かり足袋へと移行した。日本の陸上競技マラソンでは、2020年現在の形に近いマラソンシューズが1954年に開発されるまで足袋を原型とした。 マラソン旅を履いていた。1902年に蔓延したペストの感染予防のために履かれた座敷用の旅を改良したものであったといい、鬼塚や東京の旅や、ハリマやなどが製造していた。行田では2010年代にフルマラソンを走る、裸足のランナーとして知られた高岡昭二が提案、協力し、キネや旅株式会社が開発したランニング旅、キネや無敵が知られる。 限りなく裸足感覚に近い、類例のない履き心地の商品を目指して、天然ゴムのソールを活用し、一年がかりで開発された。このランニング旅の開発の経緯をヒントに創作された、池井戸潤の小説、陸王を原作とする、テレビドラマが2017年に TBS 系列で放送され、大きな注目を集めた。放途中の行旅明治期から大正期にかけて、 行田の旅産業は、自身では旅を生産せず、全面的に生産委託する、旅トンや、旅製造の一部にのみ関与する、旅製造を卸し、この両者から旅生産を委託される、下職、下職から、さらに生産を委託される、内職という、職種ごとで、階層的な関係が形成された。この関係を強固にし、さらに製造工程の効率化を図るために、 タビの製造工程そのものの分業化がさらに推進された。地域内での分業構造が確立する過程では、資本を蓄積したタビドニアが自家工場を建設したり、タビ製造卸が自家工場を拡大するなどの傾向も見られた。タビの生産工程の大部分は複雑な手作業で、以下13の工程があるが、以下の3と押しから13仕上げまでの工程は、 従来は一人の職人が一貫して携わった作業工程である。各工程に専用のミシンを導入するなどにより分業化が進められたことで制細工程が細分化された。引きのし、旅生地を裁断しやすくするため10枚ずつ重ねて揃える作業。を。針屋と呼ばれた職人が担い、この針屋が用いる白旅用の布地、さらし木綿の加工は、 サラシアと呼ばれた職人が担った。この、ハリアとサラシアの仕事には、布を晒したり糊を乾燥させたりするための広い作業スペースが必要であり、冬場の農寒期の農家の副業として、近郊の農家が携わった。裁断引きのしした生地を金型で打ち抜く仕事。金型は、旅製造者ごとに、原稿紙が作成した死形に基づいて製作された。 通し後端にかける太めの糸を表生地に仮縫いする仕事。専用の機械が開発されたことにより内職に回されるようになった。押さえから通し縫いした太い糸を固定するよう縫い留める仕事。ハギ巻き小ハゼをつける箇所の裏側に当て布を継ぎ合わせる仕事。小ハゼ付け小ハゼを布に縫い付ける仕事。専用のミシンが開発されたことにより簡易化した作業の一つである。 羽縫い甲の表裏を縫い合わせ、表に返す仕事。甲縫い内甲と外甲をそれぞれ縫い合わせる仕事で、この甲縫いと全工程の羽縫いで、足袋の甲の外形が、ほぼ完成する。尻止め引く甲のかかとの部分を丸い形に止め縫いする、仕事。妻、甲府の足先部分に小刻みな町をつけ、指先の膨らみを作りながら、革と底を縫い合わせる仕事。足袋の履き心地を左右する。 最も重要な工程である。回し縫い妻から、かかとまでの表布と底布を縫い合わせる仕事。千鳥から回し縫いの縫い代部分を絡み縫いする仕事。縫製はここまでである。仕上げから足袋を木型に履かせ、木槌で叩いて、形を整えたり、アイロンでシワを伸ばす仕事。この後、足袋は一足ずつ紙で言い、商標をつけて包装、箱詰めされるところまでが、 仕上げの仕事であった。埼玉県行田市にある伊佐美コーポレーション旅工場行田で初めて工場生産に着手した橋本旅工場では1890年には手回しミシンの富士ミシンを導入している。以後、裁縫工程に小規模ながら機械を導入し工場生産方式を取るものが増え、行田全体では直進縫いに適した富士ミシンのほか。 つま先縫いに利用するドイツ発砲ミシンなどが採用された。裁断機の導入はミシンよりも後年であった。大正時代に工場法が適用された従業員が13名以上の足袋製造工場は1923年の時点で組合員数178に対して36工場であり、このうち100名以上の職工を抱えた大工場は奥抜き工場。 行田工業株式会社、鈴木旅工場、橋本工場の4つだった。男女比では男性の比率が高く、大正時代には妻や回し縫いの工程は断交の仕事であったとみられる。旅生産の多くを下請け工場や内職従事者に依存した生産体制であった。工場で一定期間従業員として旅製造に携わったものが、 婚姻などを機に退職する際、ミシンなどの製造道具を借り受け、その工場の内職として働き続けることが地域内で一般化し、工場単位でも旅製造が分業化した。1941年3月の調査によれば、旅工場は下受け場も合わせて533工場あり、9638名の職工がいた。行田旅生産額と生産数の推移。 行田旅生産数量の変遷フライとゼリーフライゼリーフライの専門店駒形や行田温度は昭和恐慌の影響が行田旅産業にも及び旅職人の賃金引き下げや労働葬儀など不景気の暗雲が立ち込めていた1934年9月4日にその不景気を払拭することを願い発表された1933年に東京温度が 1934年には、桜温度が一世を風靡していたことに倣い、行田旅を天下に宣伝し、不景気風を払拭するには、行田温度しかないと、当時のお市町長町長、高木俊と行田商工会が発案したもので、お市長出身で多額の経済支援を協議に行っていた、大沢隆二郎に協力を要請、すべての費用を大沢が出資して実現した。 作るなら一流の物音の考えから、作詞と作曲は、東京音頭、を作詞作曲した、西条八重、中山新平が手掛け、小歌翔太郎と三島一世が歌唱し、翌1935年4月にはビクターが制作したレコードが発売された。行田音度には、旅、忍の城跡、新米地蔵、秀平松、沼館といった、 当時の行田の風物詩が多数登場するが、中でも旅は、旅の行田を思い出す。待てど、今度行きも白旅を誰が履くやら気にかかると歌い込まれ、行田旅の宣伝家となった。完成の翌年には、押しと将軍の春の大祭で、放納行田温度競技大会が開かれるなど、行田の人々に広く歌い踊り継がれる風俗となった。やがて、旅産業の衰退とともに、 行田温度の歌詞を知る人も減少したことから、これを惜しんだ大沢隆二郎により、行田温度の発表30周年を記念した1953年11月26日、水木公園に行田温度の10番まである全歌詞を刻んだ行田温度の日が混流された。行田温度は、その後、歌詞に織り込まれた街の風景が変わりゆくのに合わせて歌詞を変更。 編曲した新行田温度が1996年に誕生したことにより歌われることは少なくなっていたが2017年に結成された行田温度保存会の取り組みにより小学校での行田温度継承が試みられている大正9年創業の小川忠次郎商店の旅蔵ら2020年現在は蕎麦屋として活用されている旅は 冬場の季節商品であり、出荷時期が10月頃に集中するため、行田市域には旅を製造後、販売できるようになるまで保管しておくための旅蔵が多数建造された。21世紀においては、この旅蔵の多数残る街並みそのものを観光資源として様々な取り組みが行われている。お市場の城下町として発展した行田では、 商店は表通りに面した幅に応じて課税されたため、通りに面する幅を狭く取り、奥に細長く敷地を取る商店が多い街並みが形成されたため、裏庭に旅蔵が築かれた。蔵は豊かさの象徴として、表通りに面して建造されていることが多いのに、対し、行田の旅蔵は裏通りに展開するところ、他地域の蔵の町と趣向きを意味する。また、 約80棟が現存する。これらの旅倉は、江戸末期から昭和30年代にかけて建造され、年代により、様々な建材が用いられたため、外観に統一性がないことも特徴的である。ウィキメディアコモンズには、旅倉に関するカテゴリーがあります。江戸時代以降の手工業で使用された工具や型。ありがとうございます。